衛生者の本、そして終電がなくなった深夜となれば、部屋罵声が飛び交い、レオ、血が流れ、そして一軒のコンビニエンスストアで、40年も酒飲みに来たよ、おっとったんやと、なんでそんなにいたら見えちゃってんや、俺が。トイレの順番をめぐって若者と喧嘩になったという50代の男性、幸い殴られた傷は、